もう今日、はい、明日ぐらいから、はい、もうショーツ履けるぐらいちょっと仕上げてほしいんですよね。なるほど。何が合うのかなってずっと思ってたんですよね。うん、グルカですね。そうなんです、グルカですね。そうなんです。安心してください、グルカ履けます。履けるんですか？はい、履けます。ちょっとご紹介したいと思います。はい、ぜひお願いします。ちょっとね、今グルカショーツ自体はないんですけども、ちょっと近しいものとしてですね、こちらをですね、シアサッカーのショーツですか。で、このちょっとですね、シアサッカーっていうのがまた今回高橋さんにおすすめっていう意味ではちょっとすごいかなと思ってて、まずふくらはぎが太いっていうところで、ちょっとね、この膝下に着がちなグルカショーツなんですけども、そこをまあやっぱり目を活かせないために、なるべくこの上にちょっとポイントを持っていくっていうところでは、この素材感があるっていうところでも一つちょっと目を引くというか。なるほど。はい、まあ、先ほどご紹介したこういったものよりは少しこういった素材感のあるものを選ぶっていうのも、ただまあお持ちのものっていうのはね、もうザ・グルカショーツで多分どっちかっていうとこっちに近いような生地ですね、うん、ね、はい、もしかしたらそのグルカショーツは諦めてもらうかもしれないんですけど、なんとでもそこからこう今から言うコーディネートを考えていくと、もしかしたら活用できるかなとも少し思っていて、うんうん、ただこの素材感あるものを選んでいくっていうのはちょっと一つポイントに僕は置かせてもらってて、で今ですね、考えたのは、はい、このトップスにバトナーのウールの T シャツを考えてます、うんうん、ウール T シャツですか、はい、でこのシアサッカーに対してやっぱり あのそこに持ってくるのはちょっと上質な、でその素材の風合いのないものを持ってくる方が、まあ、まずコーディネートとしてはですねいいかなと思ってます。あとちょっとその先ほど言ったポイントになるのが、まあ、このシャツですね。おー、シャツも合わせるんですか。はい、はい、でこれは着てしまうというよりはちょっと肩掛けするような感じで、結局そのやっぱりポイントをどんどん上に上に持っていくっていうところをですね、こう下に行ってる視線を上にこう持ってくる、はい、上にちょっとボリュームを置くことによって足のコンプレックスの部分をですね、まあ、ごまかすじゃないけども、うんうんうん、そういったことっていうのは一つありなのかなと思い考えてます。目線を反らすということですね、はい、でまたそのやっぱり大人っぽいっていうところ、このねウールの T シャツっていうのはもともと機能的にだけじゃなくてすごく繊細なウールを使ってて、やっぱり見栄え的にもまあコットンの T シャツと比べるともう超大人っていうか、うんうん、確かに確かに、はい、そういったところでは普通にアメリカの T シャツ持ってくるよりはこういったものを持ってきた方が、まあ、大人っぽいっていうところをかなり意識してます。で普通まあここまで来るとちょっとね靴下とかも合わせたくなってきちゃうところだと思うんですけども、はい、例えばまあ僕みたいにその割と細い足だったら、まあ、スッと靴下合わせて靴なんていうのもいいと思うんですけども、ふくらはぎが太いと足首は多分キュッとしてると思うんですよね。確かにそうですね、はい、で靴下を履いてしまうとそれもまたそのふくらはぎをちょっと強調する可能性があって、まあ、特にこの長いグルカショーツと合わせるときはできればノーソックスで足が露出するようなもの、ちょっとね今だとこれしかないんですけども、はい、なるべく足を見せていくとそこもその何でしょう、ふくらはぎは強調されないかなと思っててですね。あ、じゃああえて靴下を挟まない方がいいんですね、はい、なるべく肌を露出していくことによって足の部分をまあなるべく見せる、ちょっとねこれ複雑なんですけども、はい、膝下まで来る分この肌の露出減ると思うんですけども、そうですね、そこから下はなるべく出していくと強調したくない部分が強調されないんじゃないかなと、まあ、変にそこで足し算する必要はないってことですね。そうですね、変に隠そうとすると結局ふくらはぎのとこは出てしまうんで、なんかそこだけもうぶっといねみたいな、あ余計に強調されちゃうんですね。はい、
まあ、ですので、まあ、こういったものか、まあ、先ほども登場したあとこれとかもまあ良さそう、ね、いいかもしれないですね。グルカシューサンダル、まあ、グルカグルカっていうところでもね、はい、なんかどうバランスを取るかだと思うんですよね。どっかにそのごまかしポイントをいくつか入れといて行くっていうのは一つの手かなと、勉強になるな思ってます。あとね、ちょっとこれ最難関じゃないかと。これめちゃくちゃ難しそうですね。アンスクリアのスウェードショーツ、しかも6分丈ぐらいですね、これ。そうですね、7分6分ぐらい。まああまりね市場にもないようなものなんですけども、まあ、これもグルカと一緒でかなり長いのでやっぱりふくらはぎにかかるぐらいのものなんですけども、ただこちらはなんかいかにルーズに履くかっていうのがポイントかなと思ってて。あ、ルーズに履く、はい、なんかどうしてもね革のパンツっていうとピシッと履くようなイメージがあると思うんですけど、確かにビタビタに履いてもうバイカーみたいなイメージ強いですね。しますよね。ただこれヤギ革っていうのもあってかなりまあソフトなんで、割となんかずるっとなんかラフに履くのがいいかなと。あんまりレザーっていう概念にとらわれない方がいいんですかね。とらわれない方がいいですね。もうデニムをカットオフしたようなパンツという風に捉えてしまっていいと思うんですけども。なるほど。ただでも素材としてはねやっぱかなり上品感があるので、これはあの外しのものを僕持っていきたいと思って、このおお、これはすごく特徴的ですね。アブリルのニットですね。これまあイタリアのファクトリーが作る、多分イタリア人があのアメリカのヒッピーとか、はい、まあ、ヒッピーに憧れて作ったちょっとタイダイセーターみたいな。微妙にタイダイになってないですね。なってないんですよ。非常にこの色の出し方とか、まあ、まず通常のタイダイではないような、あとこの色の出し方というかこのバランスですよね。確かに確かに。ちょっとこの小ダサい感じけどすごく品質のいいニットっていう、まあ、こういったものにですねちょっと品のあるスウェードショーツをですね、まあ、雑に合わせるというか、うんうん、これなんかはもう本当かっこつけない方がいいので、はい、まあ、こちらの B さんがですね、あ、もうこれぐらいにしちゃった方がいいですか。はい、もうこれぐらいのラフに履く方がいいかなと。もうただでさえやっぱニットとスウェードっていうかなり強いアイテムなんで確かに。これはもうどう適当に着るかっていう、でこちらもまあ少し大きめなのでもうルーズにダラダラっと着てもらう、これも高橋さんにぜひですね着てみてもらえたらなと。めちゃくちゃ挑戦ですねこれは。はい、じゃあこれも早速着てみましょうか。はい、行ってきましょう。じゃあ着てきます。はい。ではいかがだったでしょうか。まあ、おさらいすると、はい、まあ、僕みたいなちょっとこう悩みを持ってる人も結構多いと思うんですけど、はい、足をなるべく、まあ、出したくないとか、うん、まあ、コンプレックスそもそもありますよっていう方は、うん、素材感を変化つけることによって、まあ、あの目線を足元に向けないように、はい、こう上にこう視線を上げていくっていうテクニックが一つ使えるよっていうところと、はい、もうこのスタイルに関しては、うん、あれですね、ザ・レジョップっていうスタイルでしたね。そうですね、はい、もう金子さんの好きが詰まったスタイル、はい、もうコンプレックスとかを吹っ飛ばすような、スタイリングのパワーでいくような、うんうんうん、はい、ものをイメージしましたね。まあ、今回のこのスタイル、いくつかご紹介しましたけれども、まあ、このスタイルもすごい良かったですよとか何かあればぜひコメントに残していただけると嬉しいです。ショーツ今まで履けなかった人もなんとなくちょっと挑戦したかったけれど、うん、どうしていこうかなってこう悩み悩んでた人も何か後押しになればいいかなと思います。そうですね、はいはい、ぜひ参考してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。